のゲストの方はこちらの方です。岡本京太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちいつも京太郎さん京太郎さんって言ってますけど、お名前が新しくなりましたね。ありがとうございます。岡本がつきました。文字がついて岡本京太郎さんとして今新たにスタート、はい、またどうして名字をつけることになったんですか。はい、今回の新曲が、岡本家のファミリーヒストリーの一曲となっておりますので、ということは岡本京太郎さんのお家のヒストリーが歌になった。おっしゃる通りでございます。すごい、はい、だって素晴らしい神社さんの長男さんですよ、ね、岩国でね、山口県の、はい、岩国で本当に地域の皆さんいつもありがとうございます。感謝して歌わないと。歌う神主さんですか ね, ねそのファミリーのどういうストーリーを今回歌にしていただいたんですか。はい、今から80数年前、僕のおじいちゃんとおばあちゃんが韓国プサンの駅前で岡本旅館という旅館をやっておりました。プサン駅に入ってくるたくさんの列車に駅弁を作って販売する仕事をしておりまして、すごいですね。終戦の時に、山口県に引き上げてきたんですが、そのおばあちゃんの、実話を元に作っていただいた一曲です。舞踊の方も素晴らしい女方されますから、もう塗りたくってますので、このぐらいすごいよね。でも多分あのステージご覧になった方が、歌もそうだけどその舞を見るのも楽しみでしょうし、応援してくださる方に感謝して頑張りがいありますね、はい、もうこれからが本当に大事な一日一日あの勝負だと思っておりますので。だってイケメンじゃないですか。爽やかだしね。今日なんか本当にちょっと久々今日テンション上がってまして、両手に花で。いやありがたい話ですけど、それよりも何よりも支えてくださる皆さんのおかげで今日ありますから、はい、そうですね、それで歌詞の中にずっとこう読ませていただくと、私たち韓国の歌で知ってる有名なイビオルの歌、はい、言葉が出てきます。今回プロモーションビデオそこまでたどり着かないかもしれませんけど、なんとそのイビオルを、歌って CD の中今回新曲に収録してるんですね。はい、もうボーナストラックとして入れていただきました。ぜひ皆さん CD の方もお求めになって、ね、応援していただければと思います、ね、私と京太郎さんは5月9日参加でご一緒させていただきます。ご縁がありますね。先輩の前座でもう今からブチワクワクしております。ブチがブチ、よろしくお願いします。ぜひ皆さんいらしてください。よろしくお願いします。それでは皆さんに一言と曲紹介をお願いいたします。はい、岡本京太郎になりました。これからまた心を込めて歌ってまいります。プサンの風に吹かれて、応援どうぞよろしくお願いします。ゆきさん、はい、今日は私韓国に行って焼肉とキムチ食べたいって言ったら、キムチね、ゆきさんキムチ作った、2回作ったって。1回目はほら生まれて初めて作ったんだけど、はい、あれも悪くなかったんですけど、うん、2回目はなんかね色がいまいち薄かったんですよ、うん、なんか白っぽいっていうかオレンジがね、はい、そんなもんじゃないじゃない、うん、本場は、はい、真っ赤じゃないですか、はい、だからすごい量入れたんですよ。それもでも唐辛子を缶ですか。缶です。真っ赤カッカでもね、全然辛くないのね。うわー、すごい。どうしなんだろうね、韓国の。ぜひ皆さんもこのゴールデンウィーク、ね、行けない場合は食べ物で。そう、作ってみて。作ってみて。楽しんでみてください。はい。それでは今週も、私の最新曲、涙を抱きしめてを聴いていただきながらのお別れです。また次回も元気にお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。